どうも、IS チャンネルです。今年も紅葉の終盤戦に突入しながらも、秘境で美しい景色を織りなす、黒部峡谷鉄道の風景の様子を公開します。撮影日は、2020年11月15日です。この日は快晴で、非常にいい天気でした。宇奈月に近い宇奈月湖では、美しい水鏡を見ることができました。また、猿専用の猿橋付近の線路では、お尻をこちらに向けた猿や、悠然と線路近くを歩く猿も、見ることができました。一般の乗客が、乗降可能な駅の他に、こんなところで降ろされたら、困るような駅が、結構ありました。黒部峡谷鉄道と並行する道路はなく、沿線の物資の輸送や、工事用の資材や重機、さらには沿線から出るゴミの輸送に至ってまで、すべて鉄道で運搬します。また、鉄道の走らない冬の期間があり、その間はこの沿線には、発電所関係従事者以外はいません。冬は雪深く、線路の横に冬用の歩道があるものの、宇奈月から欅平まで、歩くと6時間以上かかるそうです。そんな厳しい自然状況下の秘境で、少なくなったものの、最後の輝きを見せる、紅葉をお楽しみください。ここは、富山地方鉄道の宇奈月温泉駅のホームです。ホームからトロッコ列車が見えるので、すぐ乗り換えられるように見えます。しかし、改札を出てから下に降りて、200メートル先になります。こちらは、富山地方鉄道の、宇奈月温泉駅の駅舎です。改札口は、2階になります。駅舎を背中にして、左側へ進みます。正面に、黒部峡谷鉄道の看板が見えてきます。時間がある時には、足湯に寄るのもありです。足湯の名前は、駅の足湯、黒薙、です。何やら、能書きが書かれています。宇奈月温泉の源泉は、黒部峡谷鉄道で7キロ行った、黒薙駅からさらに入ったところの、黒薙源泉からお湯を引いています。足湯は無料で、朝の8時から営業し、4月から11月は、夕方6時まで、12月から3月は、夕方4時まで営業しています。デザインは、あの豪華寝台特急の、7つ星、をデザインした、水戸岡、英治氏によるものです。厳密には、トロッコは、動力が分散されていないので、電車ではありませんが、ここでは片目をつぶりましょう。そして、黒部峡谷鉄道の宇奈月駅に到着しました。さすがに、関西電力の子会社だけあって、立派な駅舎ですね。横には、トロッコ列車の模型付きの、記念撮影の台があります。そして、宇奈月駅前には、関西電力の、黒部川電気記念館があります。もちろん入館は、無料です。黒部川電気記念館前には、初代のトロッコ列車の機関車の、EB5 型が展示されています。1926年の開業時から、L 字型の EB5 型機関車は、半世紀の間活躍しました。切符を買って、改札を通過します。いくつかのパターンの、列車編成表があります。そして、階段を降りると、ホームに着きます。今回は、2番線に列車が止まっていました。やはり、一回り小さいトロッコ列車なので、迫力はいまいちです。貨車も小さく、本当にこれで大丈夫か?と思う可愛らしさです。機関車は10連で、最大 50mm、平均 18.7mm の勾配を、登りっぱなしの山岳路線です。大井川鉄道の最大 90mm や、箱根登山鉄道の最大 80mm には及びません。しかし、最大勾配 22.6mm、平均勾配 19.2mm で、現在も貨物列車は、補助機関車を連結している、山陽本線の瀬野から八本松、通称瀬野八に匹敵する平均勾配を、2倍近い距離を走る、直線が少ない山岳路線です。その昔、瀬野八では、急勾配が連続したため、黎明期の151系特急型電車や153系急行型電車にも、補助機関車が連結されたそうです。なので、黒部峡谷鉄道では、デフォルトで、機関車が10連の仕様なのでしょう。参考までに、50mm とは、1km 進むと 50m の高さになるという、
勾配を表す単位です。そんな山岳路線を走るトロッコに乗り込みましょう。午前9時21分宇奈月発の列車です。それでは出発進行。お待たせいたしました。出会田駅発車いたします。ご乗車ありがとうございます。この列車は宇奈月9時29分発黒内丹治方面出会田駅です。終点出会田には10時39分の到着予定です。お客様にお待たせいたします。新山彦橋を渡ります。高さは約40メートルで、列車の音が山彦となって温泉街に響くことから山彦橋という名前が付けられたそうです。1988年に宇奈月ダムの建設に伴い、宇奈月と柳橋の間の約 1.8 キロメートルの区間を新山彦橋を通る現在のルートに変更しました。右側に宇奈月ダムが見えてきます。1969年の北陸全域を襲った集中豪雨で、黒部川では各地で堤防が決壊し、流域に甚大なる被害を与えました。そこで黒部川の抜本的な洪水調節と利水を目的として建設され、2001年に完成しました。高さは 97.0 メートルの多目的ダムで、黒部川水系唯一の国土交通省直轄ダムです。洪水調節、不特定利水、上水道供給のほか発電を目的としています。東京ドーム20杯分の貯水が可能です。宇奈月ダムでできた宇奈月湖です。宇奈月湖に架かる赤い橋は湖面橋です。宇奈月湖が湖面橋と対岸の紅葉を水面に映す景色が見事です。列車はいよいよ大和峡谷と先人たちが作った建造物が織りなす黒部ならではのダイナミックな風景の中に入ってまいります。右側に西洋の城みたいな建物が見えます。これは新柳原発電所です。宇奈月ダムの建設で1927年に完成した柳原発電所が水没したため、1993年に代わりに建設された発電所です。もちろんトロッコ列車以外ではアクセスできません。柳橋駅を通過しています。柳橋通過いたします。柳橋通過いたします。対岸の紅葉が水面に映り綺麗ですね。車輪と列車からキーキー音が鳴ります。峡谷が険しく急なカーブが多いためで、車輪に防音車輪を使ったり、黒部峡谷鉄道は1926年に日本電力株式会社が発電所建設のための
資材運搬用の専用鉄道として船月と猫又の間の 11.8km が開業しました。路線は元は主に黒名木温泉などに通じる林道でした。黒部峡谷鉄道は資材運搬用の専用鉄道で人が乗る前提で建設されていないので山岳地では確保が難しい。線路敷設の用地、トンネルの掘削、鉄橋の設備などを最小限に抑えるように小さめに建設されました。線路の幅は特殊橋基と呼ばれる762ミリの線路幅です。ちなみに JR 線は橋基で1067ミリ、新幹線、京浜急行、阪急は標準基で1435ミリです。旅客の扱いはあくまでもついでで、当時の切符には命の保証はしない旨の注意書きがありました。貨物の量によって柔軟に編成の長さを変えることができるように、動力車は電気機関車です。旅客用の電車を作るとコストやメンテナンスの問題が発生するので、旅客用の客車を製造し機関車が客車を牽引しています。なので電車ではなく列車ですが、先ほどのトロッコ電車の表記に片目をつぶったのは電気で動く機関車が客車を牽引するからです。1971年には関西電力から分社化され地方鉄道事業の譲渡を受けましたが、現在も関西電力の 100% 子会社です。建物は日帰り天然温泉の土地の湯です。近そうに見えますが、宇奈月駅から 4.7km あり、歩くと片道約1時間です。源泉は宇奈月温泉と一緒の黒名木温泉です。冬季休業もあります。対岸のパイプは直径25センチの宇奈月温泉の源泉の黒名木温泉から宇奈月温泉までの 7.5 キロメートルの距離の引頭パイプです。昔は木管でしたが、今は合成樹脂管で100度近い湯温で毎分2000リットルの源泉を供給しています。対岸までかかっている橋が猿専用の猿橋です。猿専用なので手すりがない橋となっています。さあ右前方です。細い吊り橋が見えますよね。あれはダムが建設された後も猿が対岸へ渡れるように作られた吊り橋です。猿専用のため釣りがないので、私たち人間は怖くて渡れませんね。猿は本当に使ってるんですよ。猿が渡る様子を見ることができます。どうです？お猿さんいましたか？猿が悠然とカメラの前を歩いていきました。猿橋がよく見えます。今度は猿がこちらに赤いお尻を向けています。猿橋の近くには本当に猿がいましたよ、室井さん。
て下には自然でできた岩の形が仏様に似ている仏石があります。仏石は赤い頭巾をかぶり赤い服を着ています。これが仏石です。この吊り橋は咽頭パイプ用のものと思われます。左側に駅ホームがあり、森石駅を通過中です。森石通過いたします。森石通過いたします。次は黒薙です。あと約6分のご乗車で黒薙に到着いたします。森石駅を通過後、すぐに森石橋という鉄橋を渡ります。右側に中部山岳国立公園ようこそ黒部峡谷への看板があります。次の黒薙駅から欅平駅の区間は中部山岳国立公園の特別地域となります。列車の前に突然動物が飛び出して
黒薙駅に到着です。宇奈月駅から 6.5km で約25分、標高326m です。黒薙駅は単式ホーム一面一線の地上駅で、行き違い設備のない有人駅です。一般の乗客は黒薙温泉の下車駅です。黒薙温泉はここから山道を歩いて20分の場所にあります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。